東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左の吉川、対するタイガースの先発はエースのメッセンジャー、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは梅野、今日2打点を挙げています。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、打ちました。坂本掴んだ、1塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番陽川、今日はファーストライナーとフォアボール。投げました、ボール。まずは内角低め。第2球投げました、直球ストライク。投球はこれから3球目、変化球ストライク、アウトローへ。第4球を投げました、シュートはボール。第5球投げた、150キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。第1球直球見送ってストライク、いきなり150キロ。投げた、アウトロー際どい球、ボール。投げた、内角、ボール。第4球を投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。宮國、この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって5対3、タイガース現在2点をリードしています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャーメッセンジャー。第1球投げた、内角低め、シュートは外れてボール、ストライク。第3球打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。第1球投げました、決まった、ストライク。投げました、ボール。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、スライダー、ボール。投げました、打ちました、引っ掛けた、ファウルボール。第6球を投げた、ストレート、外れた、フォアボール。バッターは2番島田、今日4度目のバッターボックス。投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、田中ボールを掴んだ、一塁送球、一塁はアウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。第1球投げた、見送ってストライク、いきなり152キロ。投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。投げました、4球目ストライク。次は5球目、低め、空振り三振。6回の表が終わって5対3、タイガース現在2点をリードしています。ジャイアンツ敗れました。ご覧いただきましたように、本日の試合はタイガースが勝ちました。勝利投手メッセンジャー、敗戦投手吉川光雄、西武ドリス。さて、本日のヒーローは福留、今日4打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように8対4、ジャイアンツ残念ながら敗れました。勝利と